1回目以降の、まあ、舞台挨拶の、まあ、ご説明をしていこうかなと思います。3回目の舞台挨拶では要役の安野桂馬さんが登壇いたしました。まず、根本さんですね。劇場のワルキューレでは安野さん演じる要とメスターとの別れが大きく描かれていた。絶対ライブを作るにあたり、まあ、要をどうしようと考えていたかと聞くと、根本さんは触れないわけにはいかないよなと、メスターのことをどう思ってるのか、その後どういう気持ちで生きているのかを描かないといけないなとは思っていたと。回想シーンは、まあ、途中までなかった。ハエテやミラージュはメスターのことをちゃんと意識して行動しているというふうに描こうと思ったと。彼らの中でメスターの思いが引き継いで生きているという意識というのは意識して、まあ、描いていたと。で続いてフレイヤの結末のシーンの花開き、まあ、その流れから司会の畑中さんがルンに花咲く恋もあるの楽曲もありつつ、ルンのその先って何だろう、クライマックスシーンでルンピカのその先って何だろうという話があったことを今思い出したと。どのタイミングだったか、まあ、ルンに触れ根本さんが、どのタイミングでルンピカはやっちゃったから違うことをやりたいという話になり、音楽プロデューサーから、まあ、ルンの花が咲くというアイデアが出たと。ルンピカの先は咲くって決まりましたねと。リンゴ畑みたいにウィンダミアのみんなのルーンの花が咲いてという演出につながったと。司会の畑中さんがクライマックスシーンの演出をきっかけについて語ったと。で村本さんが、シナリオ上でルーンの花が咲くって書かれているが、どういう映像にするかは決まっておらず、どうするんですか、鴨居さんと聞いたと話し、司会がおっしゃる通り活字に絵を絵に表現しないといけないですねと。ルンの花の咲き方はどう決まったのかと聞くと、川森監督主導の主導での T2 スタジオ撮影会社の方との打ち合わせを重ね、少しずつ完成していったと回答。安野さんが、エナジーがブワッと出てるみたいな、ルンピカとは違った光り方で、最後にウィンダミア全体がキラキラ光って花畑に見えた素敵な咲き方と映像を見た感想を答えたと。で村本さんが最初作っている時、試しにフレイヤの画像にポンと花を咲かせてみた、それだけで見ちゃうと面白くも見えると、安野さんにそうおっしゃっていただけるならよかったと試行錯誤し、完成した安堵の気持ちを語ったと。安野さんが素敵に咲いていましたルンガと言うと、会場から大きな拍手が湧いたと。最後の一言で、安野さんは追加の舞台挨拶に立たせてもらうものをもらえることになり、まあ、映画をもう一度劇場に見に行こうと、まあ、数日前に見に行ったと。6週目に入っていて、こんなに長い期間上映続けているのは、まあ、すごいと。暴露すごいなと思ったと。平日のお昼頃にもかかわらず満席だったのが嬉しかった。何度も見てくださった方もいると思うと。3回目見て、こんな素敵なカットあったっけと。新しい発見があったり、まあ、何回見ても足りないくらいギュッと思いもたくさん詰まった作品。今日の舞台挨拶はまた大きなスクリーンでもう一度見てもらえるチャンスにつながったのが嬉しい。次の夢は大大ヒットありがとうございますみたいになったら、まあ、もう一度大きなスクリーンで見てもらえる機会につながると嬉しいなと思います。だけど何より今までたくさん見ていただいてありがとうございましたと、作品に対する熱い思いを語ったと。安野さん3回目見に行ったんですね。はい、これは知らなかったです。私も行ってなかったんで、舞台挨拶の、はい、で4回目の舞台挨拶で、司会が4回目は砕けた感じにフリートークにさせていただきたいと振り、4回目がスタートと。安野さんは素朴な疑問だが、本作を作成するにあたりアニメーターさんは総勢何人ぐらい参加されているのかと質問すると、室本さんは実は午前中に同じ質問をされ、まあ、明確に答えられなかったが、さっき数えた原画マンだけ65人でしたと。おーらしいですね。でそれに、まあ、さらに加わってくださるということですねと。まあ、そうすると、まあ、何百人になりますねと、多くの方が制作に関わっていると答えたと。
で司会、が、舞台挨拶の休憩時間に脚本から絵が出来上がるまで結構な工程を経ていると。脚本と変わっているところの答え合わせが盛り上がりましたねと振ると、根本さんは大きく変わっていないがセクシー度は増しているなと回答。司会が他に変わったところはあるかと聞くと、ただの天才では川森監督の付け足し、もう館長ではないで終わっていたのだが、監督がもう一言付け足したと。かっこいい、すごいなと思った、名台詞が生まれた瞬間を明かしたと。続いてバルキリーの目隠しのシーンがかっこいい、すごいとよく聞くが、当然川森監督がコントをやられていると。アフレコ時は、まあ、線だけの状態だったが、そこからどう完成の絵に持っていくのかと。 CG 制作について村本さんに聞くと、 CG ディレクターとして森野さん、サテライトが立ってる、まあ、CG が出てくるパートは前回川森監督、まあ、大和副館長、あ、監督担当パートの演出森野さんと CG の打ち合わせをし、森野さんから各 CG アニメーターへ発注、上がってきたものを一カット一カット監督がチェックして仕上げると答え、司会が森野さんは超重要人物ですねと言うと、村野さんが超重要ですと、森野さんがいないと成り立たないですねと CG ディレクターの重要性を語ったと。さらに司会より リテイクは何ターンくらいするのかと聞くと、多ければ、キャッチボールが10回もあるし、まあ、5回であるものもある、まあ、1回で終わることは、まあ、99% ないと回答し、 CG アクションの難しさを想像させたと。ロボットシーンを見ていてもパイロットの表情が見えない、だけど機体だけの CG の絵を見ていても、乗っているパイロットの表情が見えるような機体の動きに機敏があるというか、まあ、自分はロボットリテラシー能力が低いと思っているが、まあ、それでも感情線が見えるというか、それが見えるというのはすごいなと思った。それもリテイクやり取りの中で焦りの動きだったり、追い詰められている感じにしてなどディレクションがあったんですかと、メカの動きについて質問をすると、それはありますと。さらに、ロボットの感情を演技させるという面でも監督や皆さん頑張っていらっしゃるんですねと言い、監督チェック前にも森野さんのところにチェックし、まあ、さらに監督チェックが入り、それでも何度もやり取りする感じですねと、こだわりについて語ると、カット数いくつあったのと感じ、まあ、1時間半に対して2倍くらいのカット数があるんじゃないかと思っていたんですが、昨日遠くなるような作業ですねと答えたと。本当に気が遠くなりましたと、終わらないんじゃないかと笑いを誘いながら言うと、目安野さんが、まあ、お疲れ様ですと、全てのスタッフに感謝してますと、ねぎらいの声をかけられ、まあ、ありがとうございますとスタッフに伝えますと、安野さんの気持ちを受け取ったと。で、これからの、まあ、注目ポイントを聞くと、まあ、フリーダイの村のシーンなど穏やかな感じが好きですと、今までになかったので、まあ、あとミラージュの感情の流れも気をつけた、三角関係をやめた分ミラージュの別の活躍見せ場を用意したと注目ポイント言い、隊長を任されてパイロットとして大きく成長したなと思ったと、ミラージュの活躍の注目ポイントにうなずいた。さらに根本さんが、あとボーグいいやつだというか、デルタ招待に入ると聞いた時驚いたが、描いてみたら意外と楽しかった、今回の劇場版のデルタ招待に注目してほしいと思った、ボーグへの気持ちを伝え、安野さんもボーグが入って相手が成長した部分もあると思った、最初は仲悪くしていたのがすごく良いスパイスになっていたと、生えてボーグの成長について語った。で、舞台挨拶も終わりに近づき、最後に一言、安野さんは皆さんたくさんご鑑賞いただきありがとうございました、その上でスタッフのお二人をお迎えした追加舞台挨拶にもこんなにたくさんの方にお越しいただき、この作品は愛されてるんだなと、たくさんのファンの皆さんに支えられているんだなと実感した、もっともっとたくさん引き出ししてお話を聞きたかった気持ちですが、今日参加できて嬉しかった、今作はデルタパー
ットが約2時間くらいの内容だったものをベースに、時空ル分アニメが作れるんじゃないかって思う見どころ、要素がたくさん含まれていた。時空ル作れるよねと、ことは、まあ、時空ル作れるものを凝縮した作品がこれなんですと。なのでそれはそれで本当にすごいことで、まあ、見てほしいカットもたくさんある。絶対に私して見逃しているカットがあると思うので、まあ、その時間に対してすごい労力をかけてたくさんの方が、心を込めて手書きで愛を落とし込んだ素晴らしい作品になっていると思うと、まあ、クロスデレタとしては一つの完結というかゴールを見せてくれた今作だが、マクロシリーズが続いていくことを願いつつ、この劇場版をずっと皆さんの心の中に残ってくれると嬉しいと。普及の名作として孫の代まで見て孫というようにお勧めしていただけたら嬉しいなと思う。スタッフさんお疲れ様でした。見に来てくださった皆様ありがとうございましたと、作品への思い、制作陣への感謝の気持ちも語ったと。最後は司会から絶対のかけがえの後全員でライブと言い、お客さんは声の代わりに勢いよく腕を上げ終了したというのが3回目4回目ですかね、内容となっていました。はい、という感じで今回は11月、16ですかね、13日の、舞台挨拶のレポートの内容でした。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロス動画のでお会いいたしましょう。